ロウィン大量発生を使ったゴース、ムーマ、影坊主、あの草の色違い厳選方法を2分で紹介します。開催期間が普段とは異なるパターンなので注意してください。今回のイベントでは狡猾な証を持っている確率が上昇しています。まず誰を厳選するのか決めていきます。ゴース、影坊主は最終進化系の2匹にメガ進化が存在しているので、 ZA でメガ進化が登場する可能性に備えて今回捕まえておくのもありだと思います。またムーマは普段バイオレット限定ですが、今回のイベント中はどちらのバージョンにも登場します。スカーレット勢にとってはムーマを自分の親名でゲットできるという意味でいい機会ですね。バイオレット勢にとっては恩恵がなくて不平等じゃないかという意見を見かけたのですが、実は去年のハロウィン大量発生ではスカーレット限定の不安定が両バージョンに登場していたので、1年越しに平等になったということみたいです。上げた拳を下げていただいてイベント楽しんでいきましょう。今回の登場ポケモンの道具プリンター効率と技マシンの対応表は以下の通りです。特別プリンター効率がいいポケモンがいるわけでもないので、完全に好みだけで決めて OK だと思います。今回は全てパルデアでの登場となっています。また大量発生の出現場所が街との境目などでしたら、そこを行ったり来たりしてまたぐことで周囲のリセットが素早くできるので、なるべくそういったポイントを探しましょう。大量発生を見つけたらウロロンを使ってポケモンを減らしていきます。さらに少なくなってきたの通知が来たら、そこプラス10匹まで減らしていき、それが終わったらレポートを書いてピクニックを開きます。このレシピでデカデカパワー、もしくはチビチビパワーをつけたサンドイッチを作りましょう。特定のスパイスを持っている人は以下のレシピを使って具材を全部捨てる方法を利用することもできます。サンドイッチを食べたら、あたりにいるポケモンが色違いじゃないかどうかを確認して、色違いがいなければ周囲をリセットして再度確認する。これを繰り返します。今回のピックアップポケモンの色違いは、ゴースは本体が紫色に、ガスがグレーに近い紺色に、ムーマは全身がハバカミと同じような緑色に、影坊主は全身が明るい青緑に、あの草は上半身がクリーム色になります。色違いを発見したら目の前でレポートを書いて好きなおしゃぼで捕獲します。事前にレポートを書いていれば、仮におしゃぼでの捕獲に失敗しても再起動することで再び同じ色違い答えと出会うことができます。ここで忘れがちな豆知識を紹介します。ゴースはレベリングでゴーストにした後、通信交換によってゲンガーに進化するというのが僕を含めぼっちの人には辛いところ。色違い答えない以上、 Twitter 等で募集した知らない人に手伝ってもらうのも持ち逃げが怖いです。そんな時はレジェンズアルセウスを確認しましょう。持っている道具をチェックして、つながりの紐というアイテムがあればそれを使うことでソロ進化可能です。持っていない時は時空の歪みで拾うか、 1000FP でこの場所で購入することが可能です。このイベントのポケモンは狡猾の証持ちが遭遇率アップで確率は 5% になります。この証をつけると2つ名が隙を狙う〇〇となって、そのままの意味として受け取るとかっこいい感じが出ますし、隙の表記がカタカナのことに注目するとちょっと可愛い感もあるので、ぜひ狙っていきましょう。このチャンネルではポケモンの最新情報や色違いの簡単なゲット方法など様々な動画を投稿しています。そろそろ情報が解禁されそうな幻のポケモンゲットキャンペーンも開設予定ですので、そういった動画に興味があるという方はぜひ登録高評価をしてお待ちください。それではありがとうございました。フルチャでした。バイバイ。